いやー、ごめんごめん。君が拾ってくれたのか。助かったよ。もちろん中身は見ないでおいてくれたよね。何のことはない。若き日の思い出さ。見てるの前提だろそれ。そうだ、ちょうどいい。実は君にお願いがあってね。とある荒紙のコアを入手してきてほしい。出張中の支部長に頼まれてる仕事なんだ。新しいのかな。支部長や教官にはもちろん、他のみんなにも公開のようだよ。実は相馬にだけは以前から同じようなお願いをしてるんだ。彼と二人で何とかしてほしい。そういえば君はリーダーになったんだっけね。おめでとう。君はマーナガルム計画って聞いたことあるかな。お世辞にもエレガントとは言い難い実験だった。大切な友人たちも失っちゃったしね。その負の遺産を残された相馬は一人で背負っているのかもしれないんだ。私自身も彼からは恨まれても仕方ないことをしてきた一人さ。よかったら彼と仲良くしてやってくれ。頼む。ちょっとしたセクハラだな。はい、榊はね、瞬間的にこう机を飛び越してこちらに移動ができる能力を持っていると。なかなか立派なゴッドイーターになれると俺は思うぞ。普通にここでいいのかな。緊急にもあるけど見なかったことにしよう。ヘマタイドローズ、実はね、バジュラとボルグカムランを駆除してほしいんだ。うん、うん、場所は旧市街地だよ。調査隊に発掘を頼んでいるんだが、この2体のせいで作業が進まなくてね。頼んだよ。あ、そうそう、氷結系の武器は持って行った方がいいよ。そっくりだな、榊。前にね、これをモノマネ披露したらね、もう完全にシャアだねって言われた後、ことがあって。そんなことないんだけどね。そっくりなんだけどね。榊なんだけどね。俊辰巳。ああ、この辺は連れて行けるんだね。はい。ね、相馬と二人で行ってくれと言われたけど、まあ、関係なく行くよね。よい。んじゃあ、こっちから先行くか。うん。オッケー。おっ、危ないね。K? やべえじゃん。つうかさ、そういうの早く言ってくんねえかな、もうちょっと。なんでこの作戦が始まってから言うんだよ。やるしかねえ。一応ね、武器は強化できたので、よいしょ。あれ?なんかラリってるな、一人。ジーナがラリってるな。ん?何?何が起きた?ちょっとね、いや、こっち来てほしいんですよ。そっち行くとね。ジーナは本当に挙動おかしいよな。来た来た来た。よし、ジーナの方に荒神がのヘイトが行った時にあっち行っちゃうからね、ちょっとやめてほしいんだよね。よいしょ。危ない危ない危ない。ジーナだけがおかしい気がするんだよ。なんかそんなこと前誰か言ってた気がすんな。レイジバーストの時はおかしいっていう話なんだよね。甘い。よいしょ。甘い。甘いじゃない。俺が甘かった。いやー。疲れちゃう。そしてターゲットは俺。素晴らしい判断だ。
よし、いいぞ。誰か、シュンかな多分。ホールドを置いてくれたね。ホールドのトラップを。かなり強いね。サクサクいく。よし、ナイス。よし。よっしゃ、尻尾壊れた。いいね。危ないね。ほっ。ああ大変。炎だっけな。赤いけど、あ、うっそ。助けてください。助けて、助けてもらっていいですか。ありがとう。シュン、みんなが全然早く助けてくんないから、回復中が終わっちゃったよ。やってくれると俺は信じてたけどね。よいしょ。早いよこれは。あー、くそ。やっぱさすがに体力が持たねえな、スタミナがな。いただきます。いいねー。ほっ。ほっ。結構しつこいね。よし、そろそろ合流しちゃっても大丈夫だろう。ああ、別に無理して。よし、オッケー。お、倒した。やったね。よし、もう一匹は誰だったかな。ボルグカムランでございました。気のせい気のせい、食ってろ。よし、いきなりかなり強くなったのか。武器が相当取るようになったよ。よっ。うーん、怒ってる。よいしょ、よいしょ楽しいよね、あれは楽しい。もう縄跳びだからね。よいしょ。 OK。 よっ。おー、怖い。炎で大丈夫かな。合ってんだかなんだかよくわかんねえけどよ。とりあえず前足を狙っていけば確実にダメージを与えられる。あぶねえ。オッケー。怖えー。ん？これがね、分かってても避けらんねえな。よしよしよし。壊れろ壊れろ壊れてくれ。おお、来い来い来い。あのタックルは相当食らうね。死んだ。どうも。来る。オッケー。うん、うぜえ。よいしょ。
当たってない。よいしょ、楽しいけどこの瞬間は。よしよし、これだ。もうこうなったら楽だよ。とにかく前髪、前髪ってなんだよ、前足をねカバーしてるのが盾だからね。盾も弱点になってくれればこれ以上楽なことはない。ああそうだな、ついついやっちゃうんだよね。おう、 OK。 おや、オラクル吸収量増加。くっそ、よいしょ、うん、怖い。怖い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 、うう、怖えな、ほんとこいつは。あのタックルだけは食らってしまう。なぜなら盾を、死ぬ、くー、死にすぎだよ。ありがとう。タックルするぞこいつ。ほらだけどね、盾を構えるイコール弱点むき出しの状態だから今は、ついついやっちゃうんだよね。チャンスやでっつって。でもそろそろだと思います。ん、おし、あ、盾の方は食らうね。いやー、なかなか。よし、まずいよ。おし、よし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 、よいしょ、 OK。 倒した倒した倒した、強いねー。 OK、 はい。なんかもう大変だな、一旦ちょっと戻ろう。はい、 OK。さあちょっとね、なかなかね、俺の武器じゃねえや、装甲の方のね、あ、装甲はしょうがないのか、これはね、うん、すごい強いやつだからね、まあ今強化できないのはいいとして、重心だっけな、なんかがね、電磁光、あ、これか。じゃあこれちょっと、これはね、次回の動画でこれをゲットしても強化終わった段階でやろうかな。あとは、この、俺のね、このショットガンがね、識別弾がつい、識別モジュールついてないばかりに、人にね、ちょっと待って、今回って、識別モジュールってあんのか？あれ、ブラッドバレットだったような気がするんだけど、ちょっと見てみよう。うん、あのね、少なくとも、今は識別がないので、人に多分当たるのはしょうがないみたいだな。うん、まあこれのおかげでね、俺マルチでね、使えないんだよね。これ人にもうめちゃくちゃ当たるから、拡散するからさ。困ったもんだね。まあいいや、とりあえずね、次回の動画までには、あの、電磁光っていうのを手に入れて、やりたいと思います。これで手に入るかもしれない。うん。まあいいや、一旦終わりで。はい。それでは最後までご視聴ありがとうございました。まったな。